皆さん、こんにちは。ひなのです。同じ格好じゃんっていうことなんですが、2本目の動画です。自分でもね、本当によくこんな喋んなっていうふうに思うんですけど、よく喋るんですよね、本当に。はい、今日お話ししようかなと思うのは、本当に学生たちとか若い世代、まあ私も若いんですけど、若い世代にすごくこう伝えたいなっていうふうに思うこと、それが経験でしかないんですよ。でもちろん勉強もすごくこう大事です。で、何か自分が行き詰まった時とか、何か自分が苦しい時とかに、その知識があると、その知識をもってして何か対処することができたりとか、あとはその経験があることで、いろんなものを見ていると、なんかそこで、なんだろう、自分の中での ちゃんとした比較対象ができたりとか、自分が苦しい時にそれを思い出したりとか、こう経験してたりすると、逃げ道が見つかったりするんですよね。あとは経験をすることの何が素晴らしいかっていうと、人に会えること、そこの土地だったりとか、そこの場だったりとかで人に会える、その人に会うと、そこで会った人とかが本当に助けてくれたりするんですよ。もうどうしようもないなっていう時にも、助けって絶対にあったりして、私もね、自分の中でね、あ、これきつかったなっていう経験がね、いくつかあるんですけど、まあ、その中の一つで言うと、パリにいた時が本当に辛くって、私ね、3年前かなまでフランスに住んでたんですよね。で、それも私の彼はフランス人で、で、婚約をしてフランスに住んでたっていうところなんですよ。で、それでこう今日本に帰国してきてっていう感じなんですけど、友達も一人もいないし、家族ももちろんいないし、で、私英語喋ること禁止されてたんで、今までこう英語で喋ってたので、で、なんかフランス人に英語で喋ると私もうガチ切れされるのかなみたいな、で、家でも英語禁止みたいな、英語喋ったらもうなんかみたいな感じでなんか切れられたりとかで、まあ本当しんどいわけですよね。自分って何のために生きてんだろうなとか、なんでここ来たんだろうなとか、で、それでね、毎週末にこう食事会みたいなのがあったりして、で、私だけ何にもこう言語も、まあ分かれちゃ分かるんですけど、自分から言うことっていうのがなかなかやっぱりできないですよね。でね、難しい政治の話とかされて、私なんてもう無ですから、存在は。またそんな時にで、土日だったりとかになっても、本当にね、何もすることないんですよ。買い物行くくらいしか、オペラ座のオペラの近くに買い物行くくらいしかないんですよ。そんなやることないし、もう外に出る気力なんてない。行動なんて起こせない時があるんですよね。そう、行動なんて起こせない時もあるんですよ。で、自分何してんだろうなみたいな、一日ずっとなんか YouTube 見てる日とか、一日ボケっとしてる時とかもあったりとか、でも人の前にいる時はもうちゃんとした身なりをして、なんかこうちゃんとしたマナーなのかで何かしなきゃいけなくて、で、その時にこうやって前は何やってるのとか、どんな仕事してるのとか、どんなことやってるの、でもやっぱりこうね、国柄なんでしょうね、英語を教えてるとか、そういうことでバカにされるじゃないですけど、それ分かるんですよ、自分の中で。そう、まあ自分でね、こうやってオンラインでこういうふうにこういろいろやったりとか、あと予備校でね、予備校というかね、塾でこう働いてたりとかっていうのも、彼らというかね、その関わってた当時ね、人々にとっては地位が低い職業ですから、まあバカにされるってというかね、それがもうなんか分かるんですよね、言わなくても。そう、なんかね、やっぱぶっ飛んだセレブみたいなところにこうやっぱりいたんで、そんな感じでした。一人アウェイみたいな感じで、友達もいないし、日本だったら日本語で喋られるし、なんかこうどっか行ったら安心感もあるじゃないですか。で、家族もまあいるし、友達もいるし、でもそれがない、ただの誰も知らない土地に自分一人異国人みたいな、なんかそれで行動すら起こせないみたいなね、時がこうあったんですよね、自分の中で。でもね、なんかそんな時でもね、救いがあったんですよ、自分の中で。で、たまたま行った雑貨屋さんで、彼のフランス人のね、彼のお母様の誕生日のための絵画をね、買おうと思って雑貨屋さんに行ったんですよ、日本の。で、こういろいろ選んでみてて、なんかこうアジア人の女の子がそこにいて、で、なんかいろいろこうやって見てたら、なんかちょっと話しかけたんですよね、フランス、そこにいたフランス人の店員さんに。
で、なんかこれがいいんじゃない、これがいいんじゃないみたいな、あ、ちょっとあの今手離せないから呼んでくるねみたいな感じで、そのアジア人の女の子がそのフランス語でちょっと対応してくれて、でレジに行った時に、もしかして日本人ですかみたいな、トゥージャポネスみたいな感じでこう聞いたら、日本人で、で私と本当に同じ状況でそこに住んでた、で彼女もフランス人と婚約をして、で結婚してそこにパリに住んでて、で私も同じ状況で、でそこでね、本当に年も1個しか変わらなくて、もう私が帰国する1年くらい前だったと思うんですけど、年も1個しか変わらなくて、で、ね、本当に本当にね、救われたんですよ彼女に。でこんな出会いがあるのかと、まあ、出歩きもしない、でフランス人の中にいる、私は駐在員とかで行ったわけでもないですし、で駐在員で行った方ってもう結構本当にね、もう固まってるというか、そのコミュニティがもうあるんですよ、ね、で私はもうガチフランスファミリーの中に入った一人で、周りも全部そうっていう、でどちらかといったら私に対しての反感思考みたいなのの方がどちらかといったら多いのか分かんないですけど、まあ異物みたいな感じですよね、あの自分たちの純潔な家系にその一人アジアが入るっていう、私だけ見た目も違うしみたいな、で言葉もそんな喋んないしっていう、そうだから異物私はみたいな、でそんな中でね、もう本当に私なんか助けくんのかなみたいな、まあ、でも私妥協できないなみたいな、この生活、自分自身の人生どうなんだろうなっていうふうに思ってた時に彼女との出会いがあって、何も行動を起こしてない、 たまたまそこでちょっと行った雑貨屋さん、もうあのペラさんの近くのね、可愛い雑貨屋さんなんですけど、でそうなんですよ、彼女と出会って、本当に帰国する 1,2 ヶ月くらい前で、そこから日本人でもう気持ちが分かる友達ができた、もう奇跡だと思いましたね、マジ女神かなと思いました本当に、その時は。で帰国する時も私ね、携帯の契約だったりとか銀行の契約だったりとかでね、やっぱ誰も助けてくれなかったんですよね、彼すら助けてくれなかったんですよ、てかカナダ行ってていなかったんだな、その時で帰る時だから、彼はカナダに行ってたんで、その時はじゃあカナダ行ってらっしゃいみたいな、バイバイみたいな感じでパリで別れて、私がパリのアパートメントに一人で住んで、でその時にこう彼女にね、いろいろ助けてもらったんですよね、銀行だったりとかもやり方も分かんないです、彼に聞いてもね、すごいないがしろにされてたし、全部やってくれて、で携帯の解約がまた死ぬほどめんどくさくて、店舗に行かないんですよ、店舗に行っても店舗潰れてたみたいなね、でこの店舗の言ってることとこの店舗の言ってること全然違うみたいな、でなんか携帯の契約は電話しなきゃいけなくって、で電話するにも本人じゃないといけないし、で本人でもフランス語喋れないですから電話できないですよ、電話したところで本人確認取れないから一生契約が解除できないんですよね。でその時にね、彼女が本当に私の身代わりになってくれて、私の代わりにこう電話をかけてくれたりとか、なんか神様ってマジで見てんだなと思いました。そんな閉鎖された環境と空間と土地で、私一人日本人で、うん、でそこでね、出会うなんて、しかも同じような境遇の人に出会うなんて思っても見てないですから、本当にびっくりしましたね、その時。でそんなエピソードがね、本当にありました。今となっては本当にこう状況も落ち着き、いろんなものが変わり、いろんな状況が変わり、また最近状況もすごくたくさん変わり、いろんなことがね、本当に起きました。でなんか本当にすごくこう思ったのは、どんなスランプの中でも、どんなきつい中でも、なんか助けてくれるものがあるし、今こうやって思うんですけど、今こうやって考えて振り返ってみると、あの時の経験があったからこれがわかるなとか、あの時の経験があるからっていうのがすごく自分の中での救いなんですよね。だからもちろん知識も一つの救いになるし、経験っていうもの、そしてそこで会った人、そしてそこで学んだ、なんだろうな、体で学んだこと、感覚で学んだことって、後の自分をめっちゃ助けてくれる。なんかで辛い時、なんか苦しい時、自分自身の経験が自分を救ってくれるんですよ。だからこそ私は経験っていうものは、もちろん新しい世界をね、見せてくれるので、自分の動き出すきっかけになったりとかするんですけど、それももちろんあり、それがね、自分自身のことも救えるし、人のことも救える。
ものだなというふうにこう思います。はい、ということで今日は経験についてのお話でした。終わり。